11秒前です。やばい、まだライブを配信してない。5秒前、2、1。ブンマロー夜なんです。そういう感じ。びっくりした、危なかった今。どうも、はい、今週も始まりました。そういう感じなの最近、本当に。本当だよ。こういう感じで、そういう始まり方なの。ごめん、なんかてっきりなんか準備してんのかなと思ったんだけど、うん、そう、準備は何もしてない。今危なかった俺、今行けないと思った、そのまま。そういう感じで1時間ゆるくよろしくお願いします。よろしくお願いします。ブンバの夜なんです。ブンバの夜なんですです。毎週月曜日夜の10時から11時、はい、FM ギノワンで毎週月曜日生放送してます。そうですね、あのメッセージリクエストなどたくさん、はい、じゃんじゃんお待ちしております。よろしくお願いします。またですね、はい、メールで、うん、あのメッセージなどいただく方はメールアドレスが、うん、数字で797 アットマーク fmginowan.com fmginowan.com 数字で797アットマーク fmginowan.com。 はい、ありがとうございます。でもね、あのラジオ冒頭から準備しなさすぎでしょ。危なかったね今。このなんかね、あのゆういちさん喋りながらこのマイク調整するのさ、うん、ちゃんとして。じゃあびっくりした、俺めっちゃ高いところにあってから今。そうで、今日今週はこの2人で、うん、あの1時間させていただきまして、ね、後ほどあのまたゲストなども交えて1時間やってきますので、よろしくお願いします。久しぶりじゃない、ケントは。ちょっとこのハワイアンがうるさいな、ちょっと、はい、そうですね、あの、うん、まあ 1,2 週間ぶりですね、このまれに出てくるやつみたいな感じで覚えてて、まれに出てくるメンバーの人ですね。基本的にあのギターボーカルのゆういちさんか、ドラムのコウタロウさん、はい、でまれにベースのヒューさんと、はい、ギターの俺が来る感じで、はい、あなたが来る感じ。メインのパーソナリティがしっかりしないとダメだよ。メインパーソナリティですからね。頑張っていきますよ。いいね、今日もなんかいろいろね、なんかありました、はい、1週間。そうですね、休みが、うん、土日あったんで、うん、なんかしたいなと思って、はい、なんならもあんまりやらないことやろうなと思って島行ってきました、うん、渡嘉敷島、うんうんうん、最初伊是名島に行こうと思ってたんですけど、この船の日帰りをしようと思ってて、はい、この船が伊是名島だとついて2時間しか遊べないんで。え、そんな遠いの？1時間で着くんですけど、うん、この着いて、うん、帰りの船が出るのがその2時間後。あ、もうその便しかないの？その便しかないんで。死に遊べんすか？それが終わったらもう、うん、泊まるしかなくて、ってことで急遽渡嘉敷島行ってきたんですけど、いいね。楽しかった？日焼けしました。だからよ、この前だから見てから顔真っ赤さ。よう考えたんですけど、うん、なんで日焼けしたんだろうなと思ったら、船に乗るのが好きなんで、船の上の方でずーっと1時間ぐらい海眺めてたんですよ。それのせいで日焼けしましたね。あら。島の方ではもう原茶借りて、原茶というか原付き借りて5、6時間ぐらいブーンとしてて、ヘルメットなどかぶってたんで一応まあ大丈夫だろうと思ったんですけど、うん、帰ってきてヒリヒリして、今めちゃくちゃ顔が痛くて、うん、皮がむけてきたんで。もう、あ、本当だ、むけてるね。そんな感じですね。ぜひ行くなら渡嘉敷島へ。行きたいやつさ。そうじゃ、うん、1人3000ちょっとぐらいで行けますん で、ね、やりたかったのが本当はダイビングがやりたくて。あ、やりたい、それは。ダイビングやろうと思ったんですけど、ちょっと急すぎてできなくて、うん、はい、てかあれしないといけないんじゃなかったっけ、なんか講習受けないといけないじゃん。あ、まあそうだ、場所によっては講習受けて、なんか免許かな、そう、なんか取るよね、うん、らしいですけど、なんかこの体験コース的なのでも、うん、なんか一回できたんで、そういうのもあるらしいんで、へー、うん、なんかまたなんかマリンスポーツとかがやっぱり多かったんで、うん、なんかあれじゃないですか、でっかいサーフボードに立って、あれね、あれ、なんだっけ、あれでしょ、あれでっかいサーフボードに乗って、うん、ヨガしたりパドルでなんか移動したり。あれ見て、うん、うわやりてーっつって、だいたいなんか3000円ぐらいで1時間。でも3000円するんだね。安いんだじゃないかな。どうなのかな、あんまりそういうね。てか乗れるの、なんかヨガとか海の上で用できるね、みんな。
うわー、もう本当に体感がいい人だけだろうね、多分。そうそうそう、1時間頑張ったらできるんじゃん、追加料金であとは楽しむみたいな。あー、じゃあ俺体感やばいさ、俺歩いててめっちゃフラフラするさそれはもう、うん、歩き方が悪いんじゃない、歩き方が悪いまあ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 、うん、そんなね、なんかそういうマリンスポーツはまあ今年、うん、もう一回やりたいなみたいな。去年一回ダイビングやったんで、うん、それでうわめっちゃ楽しいと思って、うん、なんで今年ももう一回ダイビングを。あ、じゃあ今度一緒行こう。それは嫌だっす。なんで一人で仲良くしようさなんかメンバー俺のこと嫌いなんですよねなんかいや別に一緒にいるのはいいっすよ、うん、一緒にダイビング行ってキャピキャピはしたくないっす。キャピキャピしようよなんか家みたいな海中でやられたら一気に悩みますよね多分。ゆういちさんが横にいたらひどいな楽しもうよ。メンバーがいたらもっと萎えるよ本当に。確かにな確かにメンバーと一応なんかずっと一緒いるからな。なんかねあのやっぱりさあの、うん、日々仕事して、うん、あのなんか嫌なことか分からないけど、うん、仕事はまあ、うん、ね、あの、まあ、頑張らなきゃいけないものですけど、まあまあ、その分を解放したいじゃないですか、うん、はい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 、その時に目の前に知ってるやつがいたらと思います、うん、この楽しもうといざダイビングの時、うん、なんか悩むんですよね。確かにな、誰もいないからこそ、うん、解放感って言ったらあれかもしれないですけど、うん、みたいな感じですね。気持ちは分かるな。はあ、俺も最近いろいろやってよ、はい、でもそしたらあのランニング始めた。ランニング、うん一昨日から一昨日から続いてるの。今日もやるつもり。ランニングはね結構ね、うん、ここら辺ってどこを走っていいのか分かんなくない。58号線沿いかな。あ、自分はあの出身が名護市だったんで、うん、名護市になると21世紀のもう、はいはいはい、海の近くに大きい公園があるんですけど、いいよね、うん、そこを海見ながら一周したりするのが、うん、大体もう一周で 1.5 キロぐらいあるんで、あ、はいはい、それを大体10回回ったりとかよく回れるなしてたんですけど、今ここら辺になるともう街見渡す限り街。ああまあまあ、街走るの楽しくない。でもなんか俺はだから首里の方向住んでるから勾配がやばいわけさ。あ、だからもうその平坦な道を見つけてはそのなんていうの、何往復もするみたいなやつやってんだけど。まあね、続くといいですねそれは。本当にでもいいよ最高。なんか俺ほんと運動大っ嫌いだけさ、なんていうの、めんどくさいっていうかよく、うん、ランニングしようと思ったね。じゃあなんかよ、そう思って一応やってたんだけど、だから、うん、一回ちょっと靴買ったら変わるんじゃないかと思って。靴買ったら変わる、うん、あのデポ行ってきてだからランニングシューズあるさ、うん、軽いやつなんかね、ナイキとかミズノとか、うん、イグニオ買って、イグニオスーパーブランド買ってきてスーパーブランドだね、うん、俺も買ったよ、走るために 3A って 3A のバットボーイ、バットボーイではないけどあの 3A の、うん、なんかまあまあいいやつ買おうと思って 2,3000 ぐらいのなんかもう、うん、シルバーの全身シルバーのやつ買いましたね。はそれおじいちゃんがよく朝方履いてるやつとかじゃないの、ま、ほんとにそれでも舐めたらいかんす。マジ、中のクッション性やばいです、うん、あだからおじいちゃんたちは元気なんだなって思った。なんかよ超適当なこと言ってるけど申し訳ないですおじいちゃんでも元気なおじいちゃんがよくほら朝ランニングっていうかウォーキングしてるさ。そうだよ、ね、でさ、うん、後ろ向きに歩いてる人いるさ。あでもなんか後ろ向きにあると体幹とかそういうの鍛えられるみたいなのを言ってたような言ってなかったような絶対ぶつからん。いやぶつからないように頑張ってるわ。俺絶対ポールでこけて絶対怪我する。でもねたまにいるね、後ろ向きで歩いててめっちゃ後ろ見ながら歩いてる人、うん、前歩いた方がいいんじゃないですかそれなまあでもね注意力も上がるんで、うんうん、あいいのかどうか分からないですけど。あまたメッセージ来てまして。あはい、こんばんは。こんばんは。これはシュプリームでいい。シュプリームさんから。あこんばんは、東京のシュプリームです。東京から。東京、ああすげえ。イエーイ、イン東京、ありがとうございます。伊是名島の話題が出たので、はい、エリチはこれなん悠久の島、悠久の島をリクエストします。サーフィンみあるかな。サーフィンみたいなのはスパで、あさっき話したサーフボードに立ってペダル漕ぐのでスパでいいのかな。 SAP サップ
サップ、あ、サップ、サップ、サップじゃないかな、なんか聞いたことあるな。へえ、そんなのあるんだね。まあね、このそういう名前なんだね。意識高い系女子はサップヨガをやってるっていうことで、意識高い系女子はサップヨガ流行ってるんだね。でもね、やっぱね、情報には敏感にならないと。タヒチとか、うんうん、ハワイとか好きな女性はやってるのかな、うん、マジで皆さん、サップヨガ今流行ってるらしいです。やりましょう。いや、モテますよ。ほんと立てねえぜ絶対。あれ普通のサフボードでも自分立てなかったですもん。あ、1、2回あの試してやってみようと思ったんですけど、うん、無理ですね。はあ、まあサップだったらいけるかなってちょっと自信はあるんですよ。でかいから。やっぱあ、ロングボードか。なんかロングボードでしょ。じゃあロングボードかな、あれは。まあぜひね、あの試してみたい一つではあります。いいね。俺で、うん、俺スケボーはやってるわけさ。スケボースケボーやばいよ、超楽しいよ。あ、スケボーか、うん、なんかねそういうストリートな感じだと自分、うん、話変わるかもしれないですけど、自分も BMX。 あ、マジ BMX やってたの。が好きで自転車持ってたんですけど、うん、すぐパクられました。フラットランドとストリートと、うん、あとはフリースタイルかな、この3種類なのかな。一応基本があのフラット、うん、フラットランドかなっていうのが、この自転車一つの、あの、うん、なんていうんですかね、あの自転車一つで競技をやるみたいな、うん、このタイヤに乗ってくるくる回ったり、うん、ストリートとかこのポールとかにガーってやったりするので、それでやろうとしてたんですよ。すぐパクられて、高校2年生1年生頃もうすぐ諦めた。その時ちょうど持ってたのがケントっていう名前の自転車で。ああ、いいね、君の名前じゃん。俺の名前、うん、もうこれ運命だと思って。運命感じるな。3ヶ月ぐらいで亡くなりましたね。名護ちゃんが悪い。なえるよな。なんかそう、ね、最近だから俺もだからスケボー始めて、うん、なんだっけね、一回さ、俺の家からコンビニまでスケボーで走って、うん、行って飲み物買っていこうみたいな。でだっけな、その前の日に、うん、あれよ、飲んでてから、うん、那覇で飲んでて、なんだか代行が呼べなくなっちゃって、だからもう車をだからその駐車場に置きっぱなしにして次の朝取りに行くっていうのをやったんだけどさ。バスに乗って行って、だからその間スケボー乗って行こうと思って、したらなんか足捻挫しちゃって、なんかくじいちゃって。くじで、ね、あ、こけたの、もしかして。こけたんじゃなくて、なんかわかんないけど、寝違いかなんかわかんないけど、なんか足痛くて、でなんかコンビニに置いてたわけさ、スケボー。どうせ誰も取らんだろうと思って言ったら、見事に取られたよね。でなんか近くで最近なんか小学生がスケボー流行ってるわけさ。あ、だからスケボー、多分俺のスケボーを使ってるやついるやつさ。まあね、その子が将来、うん、プロスケーターになるのをちょっとね、もう夢をあげたということで、うん、夢をあげる、うん。でも俺見かけたら、それ僕のだけ取って返してもらう。怖いな。まあそんなこんなで、お時間も、うん、結構最初の冒頭で喋りすぎて、だらだら喋っちゃったね。今日の一曲を流したいですよ。すいません、シュプリームシュプリームさん、悠久の島ある探したんだけど、ちょっと探してみる。探してみますね。ぜひ来週流したいと思いますので、うん、来週までには準備しますので、はい、ぜひ来週も聴いてもらえたらと思います。じゃあ1曲目お願いします。1曲目。じゃあ最近また俺もう好きなバンドがまた音源出しまして、はい、まあ、ガイタレなんですけど、ガイタレ、またガイタレをちょっと、ブロードサイドで、パラダイス。はい、すいません、ツイキャスユーストリームの方、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ブンバの夜なんです。また今日も始まりました。よろしくお願いします。すげえな、この中で、ね、なんかラジオってやっぱさ、なんかトークテーマとか、うん、なんかコーナーがあるじゃん。そう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 、俺らそれ一切考えようとしてないところ、やっぱコーナーを一向に作る気配がない。永遠にこのまま行くんだ、うん、まあね、そのうち何かこれっていうコーナーが作れたり、うん、なんか皆さんがメッセージ、うん、入れやすいような。そうだね、多分これ好きつかないとメッセージ難しいよね。確かに、なんかね、じゃあなんか考えようぜ。なんかね、女子高生割にトークテーマ変わっていくから、ね、確かにな、こっちが話して、うん、でもさみたいな、なんか聞いて聞いてってもう話したいのか邪魔したいのか分からないぐらいです。
いやそう今日はね、はい、ゲスト来てますので、しかも準備してもらおうか、こっち話題のシンガーソングライター、シンガーソングライター一応この15分見てもらったら分かると思うんですけど、こんな感じです、もうこんな感じで死にてきて、なんかもうゆるゆるとやってますもん。いい、どんなにいいか、じゃあもう、うん、今週は、そうだね、一応こっちでは言っておこうか、今週はシンガーソングライターの、しゅんさんをお送りして、今日はラジオをで一緒にやらせていただきます、はい、そうですね、初めて見る方も初めてじゃない方も、いや、ほとんど初めてでしょそうですね、沖縄県で活動してます、はい、ちょっと参りますね、後ほどこの、うん、あと CM を流して、まあ、軽く自己紹介そうですね、ラジオは、ね、ラジオラジオほぼ初めてだよね、俺、ラジオはなん、じゃあ何回目ですか、ほぼ初めて、曲1回流してもらったことがあるので、出演自体は、ね、あ、出演はじゃあ初めてです、うん、あ、ちょっとじゃあそういう見たこと、なんていうんですか、普段見たことないしゅんさんの姿も見れると思うんで、ちょっと今これカメラ映ってるじゃんね、はい、で自分が映ってるの見えるんだけどガッチガチねいや自分たちの最初とかガチガチすぎて始まる時間分からなかったかな、あ、なんか自分たちのこの放送第1回目がまず最初の第一声が最初の第一声があると思います、あ、これマイク入ってる、入ってる、あ、入ってるみたいな感じで、見た見た毎回で見たあれひどいっすね、そうですね、YouTube とかにもやってますんで、うん、本当にじゃ あそこから考えたら僕はもう少しずつ頑張って、ね、まあそうですね、自分もたまにしか出てこないんで、ほぼ俺解禁症とかね、解禁症、うんいや、一人のラジオは一人のラジオはやばいよ、俺すごい、ね、大変なことになってしまうよ、一回自分も他局で一人で一回1時間ラジオやったことあるんですけど、うん、いや記憶ないっすでもぶっちゃけラジオでさ、こうやってしゃべるのとさ、はい、ライブでこの MC でしゃべるの全然感じ違うよね、感じはまあでも見てるかな、自分たちもう変わんないかもしれないですねまあ誰が見てるかわからないっていう意味ではなんかちょっと、ああまあ確かにそうですね、結構もうさっき東京から、うん、はい、琉球の島で当たってんのかな、これ琉球の島、琉球だよ、琉球の島、琉球の島、琉球の島、なんだろう本当に申し訳ない、このリクエストに対応力が、対応力がちょっとこのなんだろう、急な変化に弱いからねゆとり世代です、ゆとり世代そろそろ、あ、あと13分、10分前です、5秒前、ブンバの夜なんです、夜なんです、さあ CM 開けまして、はい、でさっきほど流してもらったのがブロードサイドのパラダイスという曲で、はい、いい感じのいいですね、なんかノリノリアップテンポな、たまんないよね、もうこ俺はもうほんとこういうの好きだからもうな、好きだよね、なんか、うん、なんかそういう、なんていうの、自分のパソコンの iPod、 あ、iPod とかでさ、うん、適当に全曲シャッフルとかするとさ、大体こういう曲なんだよ9割方でも同じように聞こえてくるわけさ、ね、なんかポップパンクみたいな、そう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 、いやいやいや、はい、ね、今日はそう、そうですね、スペシャルゲスト来てます、はい、ご紹介しましょう、シンガーソングライターのしゅんさんです、どうもみんなこんばんは、よろしくお願いします、はじめまして、しゅんさんと言いますと
シンガーソングライターをやってるしゅんさんですが、あの、はい、まあ、軽く何か、ね、スペシャルゲストではないけどな。いやいや、スペシャルですよ。スペシャルです。いやいや、本当あれですよ。今日はだから、うん、初めてらしいです。あのラジオ。そうなんだよね。シチュエーション言えてねじゃあラジオ はそう初体験ということで。そうそう、ガッチガチだよ今。いやいや、もう本当にもう体の力抜いてもゆっくりもう喋っていきましょう。本当によろしくお願いします。よろしくお願いします。いやでも逆に俺たちのラジオが初めてで、本当逆にね、なんか大丈夫です、なんとかなります。いや、なんとか、うん、できる。なんとかしましょう。なんとか、まあなんとか。うわ、なんかで、そう、はい、でしゅんさんはそう、なんか先ほど話聞いたんですけど、はい、ではザマミーソン、赤島出身の27歳のシンガーソングライターで、今那覇市中心で活動をされてらっしゃるそうで、で、去年の8月13日にファーストの、はい、CD、君が描く未来をリリース、はい、しております。で、はい、そういった話もいろいろ今回は今日はできればいいかなと思っています。よろしくお願いします。お願いします。いやもうな、はい、離島出身なんですね。そう、ザマミソン、わかる、はい、ザマミはもうわかる。さっきね、話してたけど、はい、あのさっき渡嘉敷島に行ったよっていう話、すぐ隣なんだよね。あ、そう、あれなんですね。今日俺来たのに渡嘉敷の話してると思って。っ隣ザマミなんだけど、先に潰しておこうかな。外堀を埋めていこうね。いや、逆にこういうワード出しちゃうとか喋りやすいのかなっていうちょっと振りもあったんですけど、絶対考えてないなこれ。あ、そうですね、あの渡嘉敷の隣になんか、うん、ちょっと町と橋があったんですよ、うん、あっちが何なのかなって。ちょっと、まあ、橋見えるかもね、うん。何の橋ですかあれ。僕も分かんないんで。そんな橋興味ある？赤島ですね。赤島はどこから行けばいいんですか。一緒一緒、あの渡嘉敷に行く船が出るところから泊まりから本当隣同士の船だから約1時間近いですね、うん、赤島なんかザマミのイメージはもうなんかあれですね、自分はもうなんかホエールウォッチングのイメージですね。ホエールウォッチング、まあ渡嘉敷もねホエールウォッチングとかあるけどね、うん、あっちら辺はクジラが多い、まあ多いね、冬になったら来るからね。家から見えるよ、あのジャンプしてるの。めっちゃいいですね。うわ、なんかそう、なんかそのしゅんさん何気にその自分自身はその、うん、あんまりそのもともとそういうなんていうんですかね、関わりがなかったんですけど、だから話聞くとそのザマミでいつもうちの親父と一緒によくそうなんだよね、ライブをしてるそうで。まさかやみたいな。まさかやですよね、本当に。ここでつながるとはみたいなそうそうことが。またあの先ほどもシュプリームシュプリームさんから、はい、世界中から見てるから緊張してやということで。そう、どこから見られてるか分かんないんで、もう本当にそうだね、本当にユーストリームツイキャスも世界配信なんで。そうです、本当にあのちょっと喋ってどうしたんで、まあ、そうですね、こういう形であのしゅんさん出してもらったんですけど、まあ、赤島出身ということで、なんか赤島的な PR とか。赤島的な PR、 赤島的な PR、 さっきぜひ渡嘉敷にって言ってたけどな。どうしようかな。あ、一応ね、あの渡嘉敷にはいないんだけどさ、はい、天然記念物のさ、ちょっと野生の鹿がいるわけ。え、鹿いるんですか。鹿がいるわけさ。へー、ケラマジカって言って、隣のゲルマ島っていうところとこの赤島、はい、2つだけいるんだけど、はい、あの最初はこのやっぱ人怖いってことで、うん、ね、夕方とか夜とかしかいなかったんだけど、最近慣れてしまって、あの奈良の鹿みたいな感じ、普通にいるのよ。もう鹿せんべいあげる。そこまではちょっといけないかもしれないけど普通に歩いてるからね。いるんですね、鹿、沖縄にも。初めて知りましたね。なんか鹿か、一度、うん、カナダ行った時に。カナダかい。鹿見たことあるけど遠すぎでしょ、遠すぎでしょ、怖い。鹿すっげえ怖いよ。あのね、なんかカナダいるよね、クソって言ったらすっげえでっかい鹿。すっげえでっかいの、あのヘラジカっていう。ヘラジカ、それそれ、うん、もう世界一でかい鹿だから。あの多分、ね、4、5メートルいくよね。そう、あとこっちのテーブルぐらいある。でかすぎでしょ。ちょっと待って、あの赤島の鹿の話を。あ、やばい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 。ヘラジカとは比べもならない。だいぶね、小さいから、ね。あ、小さいやつなんですね。うん、あ、なんか
見てみたいですけど、まあ、赤島と行く機会は、ね、でもあまりないかもしれないですけど、ぜひ、ぜひね、なんかその俊さんの、でもそうですね、俊さんの地元にもぜひ遊びに来てください、はい、もうで、なんかな、でも那覇で活動されてらっしゃるんですよね。そう、那覇で活動して、うん、はい、まあ、いつ頃から活動はされてるんですか。まあ、歌好きだから、はい、まあ、自己満で、まあ、今でもまあ自己満かもしれないけど、10代ぐらいからちょっと弾き語り始めて、はい、で地味にやってたんだけど、まあ、ちょうど3年前ぐらいかな、はい、3年前ぐらいによし、ちょっともうちょっと頑張ってやってみようってことでやり始めて、まあ、今に至るみたいな。あ、でもなんかあれですね、その元々その音楽始めるきっかけとか、そういうなんか自分をなん高めていくモチベーションとかって、結構なんか自分の本当にやりたいことをやって、そこから何かだんだんいろんな目標が出てくるじゃないですか。なんかいいなって、そういうなんか、そうですね、でなんか自分の好きなことをやれてる感じがなんかすごいいいですね。なんかあれ、ケントもあれだよね、なんかしゅんさんの、まあ、そうですね、あのちょうどまこっちゃんさんからも、ね、うん、ブンバーとしゅんさんの出会いはどんな始まりだったんでしょうか、うん、対バンしてるイメージあんまないということ。対バンはしたことないですね。対バンはまだないですね。ましてやりたいけどね、うん、やりたいですね、本当に。ゆういちさんはあまり関わりはないです。そうですね、 CD をなんか前にそのコウタロウからなんかお借りして聞いたことがあるぐらいなんで、まあ、ね、なんか出会いと言いますと、ドラムコウタロウと自分ギターのケントがこのしゅんさんのサポートを、そう、ありがたいことに、あのバックドラムとバックギターでやらせてもらって、またそのしゅんさんの、まあ、もう一人あのギターを弾いてくれてる方がもともと自分とコウタロウさんが知り合いで、そこからしゅんさんと出会うきっかけになって一緒に音楽をやったりするという形で、そうですね、あの古島地域感謝祭っていう、古島地域感謝祭、そうそう、なんか小さな自治会のこのお祭りでに出させてもらったりなど、ね、まあ、今2回目か、2回目かな、3回目ぐらいかな、そうですね、は必ず必ずと言っていいほどお願いしますって言ってね、自分たちバックでやらせてもらってるんで、そういった形で出会って今回あのラジオに出てくれたっていう形でなりまして、またですね、あのしゅんさんがどういうアーティストなのかっていうのもやっぱり会話してて分からない部分はあるので、曲を一曲聴いてもらえたらと思うので、ぜひ紹介お願いします。曲の紹介お願いします。はい、応援ソングなんですけども、はい、まあ、スポーツとか、自分スポーツとかやってたので、応援ソング、そのスポーツとかやるときにぜひ聴いていただきたいなと思って作りました、はい、じゃあ曲名なんですけど、君が描く未来。負けないで負けないで諦めないで前を向け、君が描く未来へと、走った
ら輝いてる景色を見るために走り出せ走り出せ道に明日なんて見えなくても勇気出して踏み出そう振り返ることなんてないさ走り出せ走り出せその顔を上げて前を向け何度だって立ち上がろう君は一人だしましたのはしゅんさんで君が描く未来しっかりした本当に噛んじゃった大事なことだな今大事な曲のタイトル噛まんでなそれも相当始まるなんかえあれ始まるところでねうんいやしかもなんか今言うときにこのフェードアウトするさ、うん、曲がフェードアウトしてるときに喋ってから音拾われてないっていう拾われてないしこのさ合図をちゃんとしよう合図を、うん、そういうの大事だよほうれん草はほうれん草ね、うん、本当大事ですもん本当にまた中田猫さんからもこんばんにゃすこんばんにゃすイエスよろしくお願いしますよろしくお願いします今日のゲストしゅんさんですよろしくお願いします します でもこの曲、はい、めっちゃすごいなんか爽やかでいい感じですねなんかありがとうございますなんかどういった思いをなんか込めた曲とか、ね、部活やってたから中学校高校大学かあ、あ大学もやったんだけどバドミントンやってたんだけどさ意外この体型でっていう感じだけどバドミントンずっとやってて、はい、やっぱり自分が試合前とか、まあ、練習の時もそうだけど自分をこの奮い立たせるっていうか、はいね、なんか試合前とかによく聞く音楽とかあったんだけどあの時はまあザードさん の、ね、よく、まあ、定番だけど負けないで聞いてたんだけどなんかそういう曲ってなんか身近にあってもいいかなっていうのもあったし、まあ、自分の周りの人たちとかにもぜひなんかやる時とかに聞いてもらったらいいなっていう思いで誰かを応援したいなっていう思いで一応作ったんだけどあ、まあ、そうですね応援ソングってねもうなんか元気になるね、うん、本当にでも最初サビ負けないでって言ってるけどあの部分最初泣かないでだったからね応援とはちょっと違う感じなんだけど俺の要望だよね泣かないでっつったら慰めてるのみたいなそれ応援してるのみたいなそうまあ一応応援なんで一応応援にはなってるけどでも負けないでって言葉いいねなんかそのそうですねやっぱ日本語の歌詞なんでストレートに分かりやすいかなっていうので、うん、負けないでって言ったら負けないって思うよ走り出せって言ってるけど走らないスポーツだったらちょっとどうしようっていうのはちょっとあるあ、まあ、砲丸とかね。ちょっと変。ちょっとマイナーすぎますね。砲丸。
めっちゃ笑ってるじゃん。いやでも砲丸この投げたのがもう空に走り出すイメージで。いいように言うね。すみません、ちょっと適当に言ったんですけど、まあ、そういった形であの、うん、しゅんさんのこれはファーストシングルですね。2曲入ってる中の1曲の君が描く未来、うん、こちらが8月の去年の8月13日に発売して、こちら購入とかはどういった形で？ですね、これはもう完全手売りです。手売り、どっかに行って買うっていうのではなくて、完全に僕が手売りしてるので、はい、まあ、ライブに来ていただいた時に、はいはい、ライブで売ってます。なんかまたは SNS とか、はい、そうですね、 SNS、 Facebook、 Twitter、 インスタやってますので、まあ、そこでも、いろんな情報をやってますけども、はい、もう旬って入れれば出てくるんです。Facebook は旬ってアーティストさん結構多いと思うんだよね。なかなか検索できるかどうか分かんないから、うん、旬沖縄とか、Google とかの Yahoo とかで最初なんかいろいろ検索するじゃない、はい、あれの時はさっき言ったザマミとか、ザマミちょっと開けて旬とかなんかやったらすぐポンって出てくるかな。ザマミ代表のアーティストみたいな。ホエールウォッチング旬とかね。ホエールウォッチング出るかな。多分お父さん出てくるんじゃない。な 昔の出てきます、ね、昔の漫画みたいな感じで、ホエールウォッチングシュンってホエールウォッチングシュンって何をするの。なんか違う意味のなんかホエールウォッチングがシュンだよみたいな、なんか今がホエールウォッチングだよみたいな感じになっちゃうのね。ん？あ、ちょっと俺今やばいね。ちょっとこういうところあるんだよね俺。まあちょっとすいません、入りちょっと今放送禁止だね今ね。シュンさん入りづらいですこれ。え、じゃあね、何気にそのパワーが、まあ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 、でもまあ夜なんですなんで、そう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 、めっちゃつぼってるね。何気にね、でも本当しゅんさんこの今さっきの曲はコウタロウ、うちのドラムのコウタロウがドラム叩いてるんですよ。そうそうですね、そう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 、そうなんだよ。一緒に今日一緒に出ようって言っていいよ、頑張ってこい。じゃあ何気にコウタロウもだからそのスタジオの外にいるんですけどね。このな、外にいる人をディスらん。ディスってないよ。そう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 、いや、まあ、俺の初めてのラジオだからね。そうですね、ちょっと外の方から見守ってくれてる感じで。さっきも外でね、しゅんさんがコウタロウさんにここどんなしたらいいのかな、曲こうして、そしたらこうなるから、うん、じゃあこうしてみたいな感じで手組みながら、うん、深い椅子に座ってしゅんさん立った状態で、うん、待って、ゲストでしょ。気をつけって感じだった。ディレクターさんみたいな。何プロデュースしてんのあんたって思いながら。コウタロウはね、今日ね、なんかだからすごいロックな格好してきてるの。これ黒いシャツとジーパン履いてんだけど、なんかいつもあいつなんかユニクロみたいな、なんていうの、ふわふわして作るさ。知らん、そんなファッションなんて興味ねえよ。最近アロハシャツ着てるイメージがあるんだけど、すごく。ああ、コウタロウ最近着ますね、なんか。まあ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 、そうそう、そこ広げようとしない。もうまたツイキャスで会話が始まってますね。どうぞ、皆さんご自由にこのツイキャスでもいろいろ文化交流を。文化交流。意見交流会をお願いしますね。意見交流。まあね、なんか今出ますんで、ぜひここでいろいろ。何言ってるの。すいません、しゅんさんごめんなさい、なんか自分もテンパってます。あ、じゃあしゅんさん何かライブの、そうですね、告知など、告知とかあればちょっと。一応決まっているのは、はい、だいぶ先なんですけど、はい、8月の12日のチャタンのモッツさんで、やりますイベントの方に、はい、ライブイベントの方にの一部でちょっと出させてもらいます。おで、その他は一応、はい、まあ話はあるんですけども、はい、まあ、詳細決まってないのも多いので、あ、先ほど言いました。今確定しているのがその8月12日のチャタンモッツ で、こちらチケット、なんかオープンの日とかオープンの時間とかチケット代とかは、これもですね、ま、今調整中でして、調整中、まあ、Facebook、インスタで、はい、Twitter で、告知しますので、ぜひよろしくお願いします。ぜひぜひ、はい、チェックよろしくお願いします。そうですね、モッツとなりますと少し雰囲気のいいステージになりますので、ぜひそこ、まあ、しゅんさん合ってる感じはしますね、うん、そうだね、モッツのなんか感じに合いそうな
感じなんです ね, そうですね、まあ、全然話変わるんですけど、このモッツの話なんですけど、うん、すいません、しゅんさんしゅんさんの話ではないんですけど、この間たまたまゲストで来てたソークさんのワンマンライブ見に行って、モッツ見て、あ、なんか歌いシンガーソングライターとかの人がめっちゃ合うなって、うん、スピーカーの音がもうものすごく近く感じるんですよ、うん、スタンディングではなくテーブル席もあるでしょ、テーブル席とかも座って、うん、ソフトドリンク飲みながらゆっくり見たりするんで、うん、その点でスピーカーの音がものすごく近くに感じるんで、うん、すごい歌とかも伝わりやすいなっていうのはあるんで、ぜひということは、ちょっとミスったらバレちゃうね。そうですね。腕の見せ所だと思って。ぜひ、8月12日、チャタンモッツ、シュンさんのライブ遊びに、ぜひ、チェックなどもですね、Twitter、Facebook などでも、チェックよろしくお願いします。Facebook は、ザマミ、シュンやったら出てくると思うので。ホイールウォッチング、シュンでも出ませんので。あ、出るかな。いろいろメッセージ来てるんですけど、まこっちゃんさんからも、いえ、こうたろうさん聞いてる、はい、今いないですね、すいません今自分たちガラス越しで見てるんですけど、いないです、すいませんツイキャス機を押し、なんかコメントじゃなくて会話してるもん、もうシュプリムさんと新しくペータさんも挨拶運動推進中、こんにちは、もうこんにちはぜひご注入にお願いします中田猫さんももっつ行ってみたいなということで、ぜひ8月10日もうそうですね、中田猫さんからもまたメッセージ来まして、うん、ザマミの方ということで、今回ゲストのしゅんさん、ザマミ出身の赤島、ザマミ村の赤島隣の赤島です、はい、ぜひ行ったことあるのかな、聞いてる人行ったことある人いるのかな、ザマミに、もしじゃあザマミに行ったことある方いたら、ちょっとコメントか何かいただけたら、何か話が、ね、嬉しいですなんだろうな、ザマミに関してコメントってあるまあまあそうだけど、なかなかない、まあ結構昔に、多分自分なんかがちびちゃんぐらいの時とかは映画があったわけ、犬と犬の恋愛映画、シロとマリリンに会いたいって犬の恋愛、これドキュメントなんだよね、この犬が隣のザマミ島にいる、はい、大好きなワンちゃんにこの会いに行くために毎日3キロの海を泳いで渡るみたいな、これ本当の話で、そうなんですか、そう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 、が映画になって、あ、ちょっと面白そう、ぜひ蔦谷ゲオさん、蔦谷さん、ゲオさんあるかなまた中田猫さん、まこちゃんからですね、この、まあ、ないですということで、行ったことはないらしいので、ぜひホエールウォッチング、旬な時期にダイビングも兼ねて、ぜひよろしくお願いします、またちょっとあれなんだけど、うん、中田猫さんからもまたマリリンに会いたい、知ってるということで、おお、嬉しいですね、まあ出てないけどね、いつ頃いつ頃この映画があった、映画平成初めぐらいじゃない、あ、じゃあ生まれてない、そうだ、俺たちまだ生まれてないか、そうですね、平成6年とか、そうか、そうだな、のりたけさん、木梨のりたけさんの奥さんの、はい、安田成美さん、あ、とかが出てた、お前は、うん、ぜひチェックまた中田ね、そう、すげえな、この中田猫さんの情報力、あの犬凶暴らしいよそこなんか3キロまで泳いで、なんかもうすげえいいやつの犬なのかなと思いつつ、凶暴らしいという、まあそこら辺は分からないけど、まあ3キロ泳ぐぐらいだからパワーはあるんじゃないかな、本当にそうですね、ペーターさんもいただきまして、うん、愛の力か、3キロ泳ぎということです3キロ、まあ、でも犬だったら犬かき得意じゃないですか、いやーでもしんどいでしょうなんで犬の気持ちになるのそんなに犬になるのいや、なんか犬ってめっちゃ体力あって泳ぐなっていうのがあるんで、あ、だから犬かきがすごいのかなっていうの、そうなんかそうなの、わかんないですよ、ぜひなんか、うん、詳しい方いましたらまあよろしければザマミソンの方にも、ザマミソンにも、はい、あとは何か、そうですね、犬ですね、ないなら言わないないなら言わないじゃあ曲一曲、もう一曲 ね、しゅんさんのやつ一、はい、曲もう一回ちょっと流させてもらおうかな、じゃあちょっとこちら、曲紹介をお願いします、はい、なんて言おうかな、結構恋愛のイメージの
曲なんですけど、なるほど、うん、さっきの応援の曲とはまた違った恋愛の曲、また多分イメージガラッと変わると思うんだけど、うん、まあ、ちょっと片思いをしている人のをイメージして、3キロ泳いで3キロ泳いでイメージ、3キロ泳いでか、残念ながら、まあ、その泳ぐのはちょっと、ね、しんどいから、空を見ながらちょっと妄想をしながら作ったみたいな感じの曲なんだけど、はい、恋をしてるようなそんな感じの曲です。もうまさにタイトルもそうなんですけども、では聴いてください、恋の空。手ねくさいけど君が
聞いていただきましたのが、はい、しゅんさんで恋の空。はい、いい感じですね。なんかしっとり優しい気持ちになるっていう。シュプリームシュプリームさんもなんやこの曲メッサエアンってメッサエアン、ありがとうございます。超ね、バラードちょっとめめしさ、俺のめめしさが全面出ちゃってるんですけどね。べっちょりしたメメさ。まあ男の子も女の子もやっぱりなかなか踏み出せない人っているのかなと思って、まあ、作った曲なんだけど、一応は、ね、去年飛行機の JTA さん、JAL さんの機内オーディオの中でも、2月くらいかな、流してもらって、結構名古屋、沖縄だけかなと思ったんだけど、結構県外の名古屋とかから来る、ね、あの飛行機の中でも聴いてもらって。そうですね、JTA といえば、ブンバーも。そう、多分同じ時期に多分違う月ぐらいだったと思う。多分月が違うか。ブンバーも一時期、あれは離島かな。そうだね、同じ JTA の。同じ JTA の離島線でブンバーも一時期流してるんです。あ、私このあと30秒か。中田猫さんもメッサージ曲、海で聴きたいねということで。おお、ありがとうございます。ぜひぜひ、あのチェックもお願いします。そうですね。まあ、イメージは海、海岸で夜空の星を見ながらっていうようなイメージで作ってるんだけどもうなんか間違ってないってことだね。なんかイメージ通り伝えたいことがじゃ伝わった。なるほど、ありがたいです。まあ、でも初めて聞く人も多いかと思うんですけど、なかなかね、なんかラジオで流してもらったの初めてだし。はい、10秒前です。はい、ブンバの夜なんです。はい、聞いていただいたのがしゅんさんで恋の空でした。ありがとうございます。はい、まあ、ぜひしゅんさんのライブ足を運んでいただいて見ていただければと思います。ライブすごくいいです。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でも本当いい感じの曲でね、はい、よかったね。このしっとりくる、そうですね、この1曲目流した君の描く未来からまた恋の空という形でちょっとあの違った感じもあって、また他にも ね、いい曲ありますんで、あのライブでは CD にしてないやつとかね、ケントとかもサポートしてもらってるのでぜひ対バンしたいですね。ぜひぜひ本当でも対バンなんかいろいろいろんな場所でできたら本当にいいですね。なんかお祭りとかモッツとかでも自分たちは逆にモッツでやったことがないから、そうですね、そうそう、その逆にそのなんだろう、自分たちがいろいろやってるところとは違うところから、うん、あところのアーティストさんなので、なんかこういういろいろ機会を通していろいろなんていうかな、いろいろできたらいいなって本当に思ってます。そうですね、うん、またまああのしゅんさんのライブだったりあのいろいろありますので、またブンバのライブも、はい、ぜひぜひぜひ。もう、あ、最後にじゃあ告知ちょっとしていいですか。すいません、主さん、すいません、すいません、ちょっとブンバライブがあります。はい、6月の4日。そうですね、6月の4日に、うん、コザスラムバー、うん、コザのスラムバーで、そうですね、このスラムバーではフリーのライブになりまして、はい、3バンド、はい、ブンバーとシャルマイケンアカネさんとオフシーズンさん、ね、この3バンドでフリーで、うん、入場フリーか、入場フリーだよ、うん、ライブを、そうそう、ライブをしかもフロアライブって言って、はい、そのなんていうんですかね、ステージを降りてそこから自分たちの機材をそこに置いて、うん、フロアでやるんですよ。だからお客さんと同じ目線でライブをするっていう、なんかね、新しい感じで、はい、やらさせていただきます。本当は6月2日だったんですけど、ちょっ ちょっと出演バンドさんの都合が合わなくて、はい、ちょっと4日に変更させてもらったんですけど、ぜひぜひ遊びに来てください。ツイッターでも告知させていただきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。また次が6月の16日こちらが平日金曜日になるのですが、こちらは宜野湾市長田ヒューマンステージにいて、はい、ダブディランドというか、ダブディランド、そう、ダブディフォーという滋賀、滋賀、もともと滋賀の、元々滋賀なんですけど、沖縄で数年間ライブ活動もやってた、うん、ダブディフォーというバンドさんが今回ライオキ
お帰りなさいって感じなんですけど、ライブをやりに来ますので、その6月16日ぜひ遊びに来てください。はい、はい、オープンが7時半、スタートが6時で、前より2000円、当日2500円になっておりますので、ぜひブンバーのツイッター、フェイスブックチェックよろしくお願いします。はい、すみません、時間ギリギリになってしまったんですよ。しゅんさん、本当実ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。なんか初のラジオだったけど、なんか意外となんかその、うん、なんていうんですか、うん、結構堂々とされててすごい後半だいぶ楽になった、うん、犬の話で盛り上がるとは思ういやいや、なんかさっきのでもコメントを見て、今日テンション高くないってあーやばいびっくりした、すげえ時間を見失いました。あ、そうだ、あとね10秒なんで、すいません、今日は本当にあのしゅんさんありがとうございました。もうすいません、雑に終わらせちゃったやばい、今日はじゃあまた来週お会いしましょう。ブンバでした、ありがとうございました。すいません、ね、いろいろメッセージありがとうございます。また来週遊びに来ますね。すいません、まこっちゃんさん、中田ねぽさん、ペイタさん、スプリムスペイムさん、ありがとうございます。ありがとうございます。まさかこんなメッセージとまた来週会いましょう。はい、よろしくお願いします。今日はゲストはしゅんさんが来てくださいました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。いや緊張した終了、お疲れ様でーす。